僕吸いすぎて。こんばんは。こんばんは。すみません、2分遅刻しましたね。あ、そうですね。すみませんでした。すみませんでした。こんばんは。今週も新作紹介していきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ15人いったら行きます。はい、そうですね。あ、皆さんまたもうみんなやめちゃった人に言っても響かないから。またOK、行きましょう。こんばんは。こんばんは、お初です。ありがとうございます。アッキーさんですかね。アッキーさん、ありがとうございます。アッキーさん、ありがとうございます。はい、なんか気になることあったらガンガンコメントください。よろしくお願いします。まず、はい、小物からあえていきます。はい、こちら名作の、毎シーズン出てるショルダーポーチ。アッキーさん、うわーって、もういきなりテンションマックスでありがとうございます。ありがとうございます。まだ紹介してないですよ。でもありがとうございます。はい、ということでこちらのショルダーポーチ、黒とあとホワイトのパターンのレオパードが完売になってしまって、はい、そうだね。今回はめちゃめちゃいつにも増して早かったですね。やっぱ春夏はこういう小物欲しくなりますからね。はい、皆さんね。でこちらですね。こちらの、ベージュのパターンの、はい、レオパード柄はまたご案内できますので、皆さんぜひ。大きめのレオパード可愛いね。そうですね。ちょっとこう拡大したようなね。こんな感じです。これいいですよ、すごく。あんまいかつくもなりにくいですしね、こういうのだと。ポリエステル生地になっております。ガシガシ使ってもらって。かなりヘビー、ヘビーのね、タフな感じのポリエステル生地ですね。はい。で、こちらあの、なんといってもコラボなんですよね。ポーターとコラボしてるアイテムになって。おり、あとこちらも、ギルティーパーティスのピースネームがタグでついております。でまあ手持ちでもいいですし、あとこんな感じで肩、うん、ショルダーにショルダー使いもできるんで、うん、いろいろと小物、まあ、財布、香水、タバコ、うん、吸う方入れて見ていただける、ね、あとまたいろいろ入ると思うんで、うん、ぜひ男性女性もこんぐらいのね、お手持ちのやつあったら楽かなと思いますし、まあ、何よりも本当アクセントとしてね、すごい使えるんで、まあ、春夏になるとアイテム数も少なくなってきますから、まあ、アクセサリーももちろんいいんですけど、まあ、こういうのでね、こうコーディネートにメリハリを出すっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、まずこちら。はい。着用されてるセット気になったんですけど、サイズ感少し大きくなりましたかということで、まず、はい、こちらの、トルネード、はい、トルネードレコードとのコラボレーションですね。はい、レコード会社ですね。はい、こちらの、僕が175センチで XL を着てるんですけども、はい、うん、ご質問はスウェットのサイズ大きくなったかっていうことだね。まあ、ジャージーズのボディ使ってるんで、ジャージーズのボディ自体はサイズ感は変わってないです。はい、はい、ただその比較してるスウェットがワコマリアオリジナルのヘビーウェイトとか、まあ、そういうのと比較してるのであればちょっとゆったり感じるかもしれないですけど、ずっとこのボディは使ってて、このボディ自体のサイズ感は変更ないです。だからこのスウェットをお持ちであれば持ってるサイズ感をそのまま選んでもらえればいいかなと思います。こちらですね、4色展開になってるんですけど、はい、当店はホワイトと、うん、ブラックと、僕も着てるブラウンの3色展開でご案内しております。うん、前面も後ろ面も刺繍ですね。はい、同色で、まあ、ブラウンはブラックの、はい、同色、ブラウンはブラックの刺繍です。うん、え
でブラックは赤の刺繍です、はいはい、で白も赤の刺繍ですね。後ろはこれ黒は黒なんですね。ちょっとイレギュラーですね、はい、これ、はい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 、で白も後ろは黒になるってことですね、はいはい、失礼しました。でお値段が19,800円、はい、19,800円ですね。裏起毛なんですけど、そんなに温度は高くない薄手のスウェットなので、はい、まあ、さらっと今の時期でも着れるような感じですね。ポリ50のコットン50の、はい、軽い感じの丸みあるボディです。でりょうちゃんが今サイズは XL です。 XL ですね。175cm で XL ですね、うん、最高です。で、まあ、あのメインでもいいですし、はい、上からシャツ系も羽織れちゃう。そうですね。で、おすすめです。マコマリアの人もよくやってるスタイリングだよね、この上にシャツ着るとかも。りょうちゃんも今日オンブレ着てたもんな。これもブラウンが入ったシャツ、うん、合わせてきたんだ。ちょっと合わせて。ああ、エロいね、それは。来ました、うん、小賢しいね、その合わせたんですね。かわちゅうこれどうでしょう、うん、で下白パンでね、あちょっと抜けた感じを出すというか、はいはい、小賢しいわ、かわちゅう皆さん、こんにちはで、第2弾ですかね、はいはい、今シーズンの第2弾のオンブレチェックシャツも、はい、こちらのカラーのみになってしまいました、はい、あ、4RMFAM さんが、はい、ネックレスは 60cm ですか。60です。リオさんは 60cm 着用しております。私は 50cm、はい、こちら、元々に4色展開で展開されてるものなんですけど、はい、当店はもうホワイトブラックになっちゃいましたね。ホワイトブラックの L サイズだっけ。なんか前回のやつも早かったけど、今回のもまた早かったね。爆早です、うん、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。全然気軽に。こちらこそありがとうございますなんでね、あの本当コメントよろしくお願いします、ね、バシバシコメントください、はい、こちらですね、ホワイトパターンにブラックのラインというかオンブレの生地になっております。はい、生地は04で、この04もちょっと肝がかったような。そうだね、肝感あるね。04シャツになっております、うん、で、ちゃんと例のごとく柄合わせもしてるんでね、ポケットあるんですけど、ポケットのところも綺麗に柄が合うようになってます。はい、いいです、これ。あとホワイトパープルの展開もあったんですけど、それもかっこよかったです、はい、ホワイトパープルも良かったね。エロかった。こちらですね、はい、31,900円で残り L サイズ、うん、M サイズだったら即買いしてました。あ、そうなんですよね。すいません L サイズだけになっちゃったんですよね。ちなみにこの色でしたか、やっぱ狙ってんのは。ですかね、ですかね、うん、どの色も良かったですからね。まだでも M サイズ残ってるお店とかもあるんじゃないかな。あるんじゃないですかね。でも本店のオンラインを完売してたんですけど、うん、あ、完売してた。関東方面のお客さん、ワンチャンパラダイス行ったらあるかも。そうだね、なんとも言えないですけど、連動はしてないからね。連動はしてないんで、うん、04のメンテナンス方法はどのようにしたらいいですか。基本的にはもうドライクリーニングですね。水洗いしないっていうのが、まあ、サイズの縮みとかをしたいんであれば、防止したいのであれば、もうドライクリーニングですね。それがこうめんどくさいっていう人もでも多いですからね。だから自分はもう洗濯機で洗っちゃうんですけど、まあ、縮みとかその型崩れとか、まあ、なるべくないように気はつけて洗いますけど、でもやっぱどうしてもどんぐらい縮むとか型崩れするとかは読めない部分ではあるので、間違いないのはドライクリーニングですね。でもなんかそんな頻繁に洗わなくていいんじゃないかなと思いますけどね。シーズン終わったらでいいってのですか。そうですね、なんか、まあ、ちょっと匂い気になったりとか、
飲み会行ったらとか、なんかそういうのでいいとは思いますけど、うん。ちなみに竹はどのくらいですか？ L の木竹が 75.5 になりますね、うん、メーカー参照で、うん、ご参考までに、175cm で、うん、これは L ですね。いろいろセット XL 来てるのかな。 XL に L で、うん、はいはいはい、あの僕がさっき着てたオンブレは、うん、あのアームが全然太くない昔の 2,3 年前のタイプなんですけど、うん、これだと結構全然余裕ありますね。確かに、このぐらいのバランスでもいいのね。はい、エブで、うん、まあ、ちょっとゆったりの作りではありますね、このオンブレシャツも、はい、まあ洗濯問題はね本当にありますよね。ただやっぱこの洗濯ができないのが悪いことだけではなくて、まあそのメンテナンスの手間で言ったらまあ面倒くさいんですけど、デメリットではあるんですけど、まあその面倒くさいデリケートな生地だからこそ出せるこの格好さみたいなのはやっぱどうしてもあるんでね、だそこはやっぱレイオンシャツの格好さではありますよね。雰囲気出ますよね。まあレイオンに限らず、まあ、シルクとかウールとかもそうですけど、うん、こんな感じです。トータルで見たらまあかっこいいですよっていう話ですね。メリットの方が大きいんじゃないかなっていう、まあ、洋服に求めるのはやっぱかっこいいとかだからね、雰囲気求めるマジでかっこいいシャツなんで、はい、メリットの方が大きいですよこれは。おすすめです。はい、でなんかあの縮んだレイオンシャツをお客さんが言ってたんだけど、はい、直してくれるところがあるらしいんだよ。東京かな、それは初耳っすね。そうで、しかもそこを元のサイズとか知らなくても触った感じで元がどのぐらいだったか分かるらしくて、あ、芯と縮んだ、そうそう、生地を触っただけで、あ、多分こんぐらい縮んだんだなみたいな。でこうやってスチーム当てて手で伸ばすらしいんだけど、そして本当にその新品と同じになるらしいんだよね。それすごい、すごそれ。なんか俺もブログ見たんだけどマジでそうなってて、いやすごいな、職人かっこよと思って、うん、そういうところもあるんでね、もしその縮んじゃった、型崩れしちゃったみたいなの持ってる人、なんかそうやって検索してみてください。レイオンシャツ縮み直しみたいなので、そこがヒットするかもしれないですね、うん、ブログが出てくると思いました。それで続きまして、はい、こちらのウォッシュドヘビー T シャツです。はい、色展開はこの2色でブラックとホワイトの展開になっております。でフロントに、ワコマリューキルティパーティスのグラフィックが入っております。うん、可愛い感じのグラフィックですよね。ちょっと白と赤、うん、ネイビーですかね、うん、このネイビーがちょっと縁取られてて、うん、かわちい、絶対言うと思った。これ可愛いですよ絶対言う間だったもんな。で、なんと後ろは何もないです。なんとね、なんとね、なんと、いるそれ、なんと、うん、何もない、はい、無地ので、前だけプリント、うん、白はもう L だけになってしまいました。はい、で黒はまだご案内 MLXL でご案内可能になっております。そうですね、ちょっと大きめですかね、サイズ感は。ちょっと今日大きくなりました、着用して見た感じ。ちょっとだけ着丈、身幅、肩幅はちょっとだけサイズアップしてて、うん、袖丈は逆にというか、うん、まあ、考えて、うん、このバランスを考えて若干ちっちゃめに、うんうんうん、サイズ修正してあります、うんうんうん、これも本店ソールドアウト、このどちらの、ワコマリアギルティパーティスはオンライン完売になりました。なんでそうですね、まだちょっと半袖早いかなと思ってると結構すぐなくなっちゃうんでね、ちょっと思い切って、まあ、T シャツ使えなくもないですからね、もう今時期だからメインではもうもちろん無理でしょうけど、
まあ、カーディガンの下に着たりとか、まあ、暖かい地域だったら全然シャツの下とかに着て ねとかもいいと思いますし、これにサーマルとか、ああいいね、かっこいいと思います、ね、うん、いいと思います。それでは、うん、白の L を着てみます、着てみたいと思います。俺ジッポ紹介しようかな。はいはい、ジッポです。ジッポが、ゴールドとシルバーの2色展開ですね。まあ、今ねタバコ吸う時代じゃなくなってきてますからね、紙巻きタバコとか。でもまあ今まだ紙巻きタバコを吸ってる人たちはかなりこだわりがある人たちだと思うんで、まあ、こういうねまたライターじゃなくてジップを使ってみるっていうのもいいかもしれないですよね。あとまあアウトドアとかね、そういう人とかは、そうですね、うん、いいんじゃないですか。ジップとかあるとかっこいいですよね、こういうの。まあでも光沢の時とか、あ、家でこうパシッとこれつけて、ね、あ、ハートありがとうございます。ありがとうございます。うん、あと俺がジップ欲しい理由としては、あのアクション映画とかで洞窟とかね、こう探検するときとかこうピシッとこうジッポでこう行ったりとかすんのよ。あのあれじゃなくてですか、焚き火じゃなくて、あ、まあまあ焚き火とかもあるけど、なんかもうちょっとその近代になってくるとこういうジッポでこう探索したりするんだね。あ、確かに。そのシーンにやっぱすごい憧れがあってね、そういうのしたい人もやっぱこうジッポ探検する人も、探検したい人もやっぱり今懐中電灯とかありますけど、やっぱそこはジッポでね行ってほしいなと思いますね。めちゃめちゃ熱くなんだよね。俺それ昔やったことあるんだけどさ、まあ、洞窟じゃないけどね、どんぐらいできるのかなと思ったら、もう持ってらんない。熱いっすね。そう、蓋の方持つんだけどね。でももうその探検するときはね、ピッ。あ、13番さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。気軽にコメントください。はい、こちら175cm で、うん、L サイズです。 L もいいサイズ感ですね。確かに悩んじゃうかもしれない。着画では XL 来たもんね。 XL ですけど、うん、いいですね。 L もやっぱり大きくなってます。なってるね。で、確かに言ってたようにこの袖もね、そんなこう長くないっていうのはまたこれいいよね、はい、このバランス。ワンサイズアップぐらいはしてると思います。うん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 。いいですね。とまあこんな感じで、うん、入荷は困りやすさね。クーティーとかも今週はなかったんでね。今週はちょっと見事に未入荷でした、うん、いやジッポいいなあ。ジッポの値段はちなみに 26,400円ですね。両方同じです。シルバーもゴールドも。なんか惹かれんだよねジッポって。ジッポ買ったことある？先輩にもらったりとか、ヴィンテージの。なんで惹かれんだろう。ターコイズがついたジッポとか前持ってましたけど、うん、あ、13番さんね、クーティーのスポットアイテムどんな感じか分かりますか？分かりますよ。そうなんですよ、スポットが今ちょうど先行予約期間でして、まあちょっと短いんで明日までにはなっちゃうんですけど、いいアイテム揃ってますよ、かなり。さらっとお伝えすると、前回のスポットで出たポリエステルシリーズ、スウェットとか T シャツとか、あれがもう一回出るって感じですね。新色になって。それがまあ結構大半を占めてるかな。あとまあタンクトップとか、あとロゴがちょっとこう新しいスウェットとか、キャップ、ニットキャップ。まあ、まんべんなく出ますね。リュック、メガネ、靴、パンツ。
あとでも個人的に一番おすすめなのはポリエステルツイルって今定番で作ってるジャージ素材のドリズラージャケット、これは最高にかっこいい、これはおすすめですね。はい、明日やまだやってるんで、もしお近くに店舗があって行ける場合は行ってみていただければ見れると思いますんで、資料で、あと自分の連絡先とか知ってる人は言ってもらえれば、あとまあ DM とかくれても大丈夫ですし、店の方にと詳しく知りたい方は全然そっちに連絡いただければと思います。だいたい入荷時期は7月から9月の間に入ってくるスポットになります。半袖類とかショーツが7月で、あと長袖 T シャツとかが8月、スウェット類9月みたいなイメージですね。うん、パンツも9月です。ワコの T シャツ、今回だとサイズ L にしますか、XL にしますか。うん、ですね、これ悩ましいんですけど、ちょっと今の気分だと僕は L ですね。お。ちょっとまあウォッシュドなんで、ちょっとまあ製品でこう洗いかけてるんで、うん、これ以上はそんなには縮まらないと思うんで、うんうんうん、今回は買うんだったら僕は L だと思います、うん、個人的に L がいいんだ。 L がいい。T シャツによって前 XXL とか買ったりとかしたもんね、りょうちゃんね。ウォッシュドの XXL 買ってましたね、うん、めちゃめちゃでかいですけど、うん、夏仕様で、うん、ショーツにそれとか、うんうん、やっぱこう気分は変わってくるよね、いろいろね、この、うん、やっぱり、うん、パンツのシルエットとか考えると、うん、僕は今回は L かなとは思います。シャツとかも最近そんな大きめに買わないしね。そうですね、うん、L、 まあ普通に、M、ブランドによってあれですけど M か L 着てます。今回はこれは僕買うんだったら L です。 L ですか、いいバランスだと思います、うん、確かにそのぐらいでも別にジャストにもなってないし、ね、なってない、ちょっとゆったりも見えるもんね。そうですね、こんな感じですかね。あとなんか大丈夫そうですか、あります、なんか見たい商品とかあれば。20時5分までにします。もう残り少なくなったら先週のクーティーのシリーズをちょっと紹介しておこうかな。オンブレチェックシャツ、はい、まだあるんで、レイヨンコットン、レイヨン70コットン30のすごく良い質感のオンブレチェックシャツです。ワコマリア買えなかったら、こっちでも、こっちはこっちですごくいいですから。これ M サイズですか？ M です、ね。あ、まだあるのか、サイズ。あ、M しかないのか。M と L があります。あ、M と L があります。1点だけあります。あと、こちら、ボーダーティー。ものすごく売れましたね、これも。ブラックが今日で完売しちゃって、はい、あとブラウンが S と M1 枚だけ。これがちょっとブラウンですね。ちょっとくすんだ感じのブラウンなんで、そうだね、合わせやすいと思います。濃いブラウン、ブラウンです。チェックシャツ着てみようかな。いいですよ、これも。何人かやっぱこう実際ネットでは生地感わかんないから触りたかったんですよって触ってくれたお客さんたちはみんな感動しましたね、このシャツ。マジかっこいいから、うん、はい、172センチでシャツは M サイズ。
クーティのオンブレ家で洗濯できますか。これはできると思います、うん、はい、クーティのやつはやったことですね。これは全然大丈夫だと思います。はい、ちょっと縮んだっすけど。縮む何のやつ。あのだいぶ前に 17AW の、うん、こういう感じのが出てる。オンブレコットン、コットンとオンブレが配合された。コンコットンとオンブレなんすか。コットンとオンブレ、コットンオンブレです。レイオンとコットンですね。ワコマリアのニューエラは入荷なしでしょうか。そうなんです、予約でなくなっちゃったんですよね。そうなんですよ。これもなんか結構全国的にもう今品薄になってるらしいですよね。言ってました、お客さんから連絡あってやっと買えたとか、これなんとかゲットしたっていう報告が結構来てたんで。で、ワコマリアのショルターバッグってどんな感じですか。こちらです。しっかりめのナイロン素材になってますね、こちらのタイプは。ポリでした。あ、ポリでした、すいません、ポリでした。黒がナイロンです。あ、黒がナイロンで感触が、はい、はい、こっちはポリエステル 100% ですね。で、ポーターとのコラボです。で、中は別にポケットとかはないんですけど、裏地もちゃんとついてて、リップストップってあの引っかきとかにすごい強い強度のあるナイロンの裏地になってます。なのでかなりしっかり使えます。尖ったものとか入れてもね、大丈夫なようになってますね。こういう布の巾着とかと貫通したりとかするんですけどね、これはちゃんと考えられてます。でギュッと絞ればこうやって斜め掛けもできるような感じですね。で長さも、まあ、調節は別にできないんですけど、でも男性も女性もうちのお客さんでも使ってる方いますけど、全然ちょうどいい大きさと長さかなと思います。バッグ取り置きは可能ですか。可能ですよ、はい、大丈夫です。 DM いただければ、はい、全然 DM ください。このショルダーバッグの方ですよね。これももう多分すぐなくなっちゃうと思うんで、うん、コットンオンブレコンですか。ちょっと間違えちゃいました、ね、すいません。このオンブレはコットンとレイヨン、レイヨンですね、はい、レイヨンコンです。でレイヨンの方が多いです、 70% で。でレイヨン、あ、おいくらですか。長財布ギリ入る感じでしょうか。長財布はどうだろうな、入らないかもしれないですね。こう口開ければ入ると思いますけど、こうギュッと絞っちゃったらちょっと入らないですよね。俺の財布入れてみようかな、まあ、長財布じゃないけど、まあ、このぐらいの財布をだったら大丈夫かなぐらいですかね。入れてキュッと絞ればその形がこう響かないぐらいなんで、長財布だったら多分長財布のこう形になってここからちょっとはみ出しちゃうかなと思います、うん、そうです。でこのレイヨンシャツはレイヨン 70% って聞くとアロハシャツみたいなあのレイヨンシャツのテロテロ感を連想するとは思うんですけど、そうじゃないです。かなりしっかりします。目も詰まってるし結構厚手だし、テロテロっていう感じではないですね。しっかり着れるけどいい雰囲気シャツですね。おいくらですか。ポーチですかね。9900円です。ポーチは9900円で、シャツが35200円です。おお、すごいね。値段出てくるんですか。出てきますよ。ポンポン。はい。ですね。まあ、家って洗えますよね。まあ、洗えると思いますよ。はい。まあ、最悪、弱いやつとか、あの、おしゃれ着洗いとか。あと型崩れとかすれとかを防ぎたいんだったら、まあ、ジャストめのネットに、ね、そうですね、小さく畳んでそれがぴったり入るぐらいのネットで洗うとか、うん、まあ、あともっと確実であればお湯張って、洗面台にお湯張ってもみ洗いとかね、で陰干しするとかだったらほぼもう変わらないと思ってもらって大丈夫。縮みあんま出ないかもしれないですね、うん、そっちも
濡れて揉まれるから縮んだり型崩れてするんで、こうぐるぐるっとね、それをこうなるべく抑えれればいけると思います。ちなみにもう自分はどんな服でも洗濯機にぶち込むんで、りょうさんでトルネードの L サイズジャストめになりますか。着ちゃいましょう。着てみましょうか。ありますもんね。ありますあります。そういうの気になりますよね、やっぱり。でりょうちゃんのこのサイズ感がもちろん正解っていうわけではないですからね、皆さん本当お好みで全然着ていただいて大丈夫なんで、はい、もうちょっとこうジャストに着たいっていう人も全然正解でしょうし、ジャストめにしてちょっと細めのパンツ履くとかもかっこいいと思いますし、ね、そのまま太いパンツに上はそんなに大きくないみたいなバランスはむしろ今っぽかったりもするんで、ね、自分のこの好みのシルエットを見つけるっていうのが一番いいと思いますね。いろんな人のを見て、リオセル素材も家庭洗濯は難しい感じですか。まだね、自分の体感としてはリオセルの方が強い気がしますね。その縮みとか型崩れに関して、もうそのどんなものでもぶち込んできた経験上ですけど、リオセルの方がなんか大丈夫な傾向にあります。はい。でも、まあ、基本的には同じような素材なんで、ドライクリーニングをおすすめはしてます。はい、はい、でリオさん L サイズ悪くないですよね、これぐらい。まあ、こういう着方をしたいのであれば、うん、全然 L でもいいのかなとは思います、うん、小さいことはないですよね、はい、結構ゆとりもあるんで、うん、175cm これ L ですね。まあ、我々もよく使うし、そのアパレルの人たちも言うんですけど、ジャストサイズってよく言うじゃないですか。でもよく考えるとジャストサイズって何ぞやって話ですよね。誰にとって何に比べてジャストなんだっていう。なんか体にぴったりはタイトだし、それがジャストって思ってる人もいるし、なんかちょうどいいシルエットだよねっていうことをジャストっていう場合もありますし、なんかそこはちょっと皆さん気をつけた方がいいかもしれないですね。なんかジャストってかなりぼやっとしてるんで気をつけて使いますね、我々も。こういうここで使ったジャストはこういう意味ですって解説しながらね使っていこうと思いますんで、はい。最初トルネードを見た時唐辛子と思いました。俺もです。僕もですね、はい、赤いしね、はい、特にね、特にそうです。これとこれは、はい、唐辛子感ありますよね。うん、あと牙に見えたやつ、あと牙っぽい、牙っぽいよね。牙なんかこのシルエットもだし、確かに牙っぽいですね。牙とか角、うん、角まあ、角だったら上向きに描くかなみたいな。そうですね、うん、じゃあこれはそうそう、うん、れ逆だったら角かもしれないね。サイとかね、そっち系のね、牙ですね、うん、牙か唐辛子。そうだね、ちょっと角ではないな失礼いたしました、うちのスタッフが。ちょっとおバカなんでねそのぐらいですかね。皆さんあと大丈夫ですか。こんな感じです、はい、ご参考までに、はい、よろしくお願いします、うん。中に着てる無地のインナー T シャツでおすすめ教えてください。あ、おすすめ中に、あ、そうですよね、いろんな条件で使える無地 T ってことですよね。まあ高いのだったら、まあやっぱブランド出してるやつはいいですよ。その生地感といい、まあ、色物だったら絶妙な色味で作ってくれますし、その服に合うというか様になるような T シャツで作ってくれるんで、あと首の開きだったりとか、まあ、コットンの質感もそうでしょうし、シルエットとあとちょっとこのちょろっとデザイン入ってたりとか、こういうのが無地の T シャツのコーディネートになった時にかなり生きてくる部分なんで、この首の開きとかも、まあ、なんかそこら辺のボディではなかなかないような形と、うん、こだわりだとは思うんで、
まあ、アコマリアのパックティーとか毎回出してますから、その辺はすごいおすすめです。高いですけど。で、あとうちでやってるとかだと、ロアーク、ロアークはロアークリバイバルの2枚セットのパックティー、これはもうめちゃめちゃおすすめですね。はい、これからまた入ってきます、入ってくる予定なんで、その時紹介します。激推しするんでね、その時見ててください。で、それもモノトーンもあるし、カラーものもあるんで、はい。で、安いのだったら、安いっていうか、うちの、うちでやってなくても、俺がよく買うのは、あれですね、前も言ったかもしれないですけど、ファミリーマートでよく無事 T シャツは買ってますね。結構首の開きが調子いいっていう。はい、ファミリーマートです。ユニクロよりも俺ファミリーマート派ですね。1000円ですし、すぐ買えるし。まあ、色はそんなないですけどね。ポーターの剣もう終わった。なんすかポーターの剣って。ポーターの剣ってなんすか。これですよね。まあ一応終わりましたけど、谷口さん、なんすかポーターの剣って。これいいですよ、谷口さん。谷口さんニューエラ変えたらしいから、 おめでとうございます。おめでとうございます。トルネードレコードはロック系のレーベルでしょうかということですね。リョウさん、詳細な情報をお願いします。あと勝久さんですかね、参考になります、ありがとうございます。ファミマグッド、そうですね、ファミマいいですよ本当に。はい、ファミマの半袖 T シャツとロンティーかなり持ってますからね、俺。急遽着替えることになった時とかも買いますし、あとやっぱこう気使わなくていいですよね、そういう安い T シャツとか、ね、首にかけるパターン、まあこれでもまあ悪くはないですよ。こうやって使ってる人ももちろんいますけど、でも大体は、まあでもこれサイズ感がね、これがマックスなんで、これでちょっとこう窮屈になりすぎても服のシルエット崩れますし、まあでもこうやって斜め掛けが結構やっぱ皆さん多いし、無難かなとは思います。よっ、谷口さん出ました、トルネードレコードの詳細な情報は出ない出ない。でもアコマリアがやってるそのレコードシリーズって、だいたいそのスカとかレゲエとかね、そっち系がファンクとか多いんで、ロックっていうかそっち系のレコードだと思いますよ。はい、まあなんか分かりますよ、なんかそう知らないと、なんかこう着てても、まあ知ってたらよりテンション上がりますよねっていうことですけど、でもかっこいいレーベルだと思うんで、間違いなくそこは自信持って来てみてください。ヒロさん、ファミマティーいいんですね、次回買ってみますぜひ買ってみてください。はい、いいんですよ、首の開きが結構広めで、サイズがね XL がマックスなんですけど、そんな大きくないんですよ XL でも。うん、そこがちょっと難点ですね。モンブレコンありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。引きずりますね。ほら、もうまた名言になったねこれね。モンブレコンの竹だということね。コットン、そうだね、コットンオンブレね、生地屋さんなんでね、モンブレコンわけわかんないよ本当に。モンブレコン、結果ファミマとセブンについて話そうか。お疲れ様でした、うん、ありがとうございました谷口さん。あ、どうぞりょうちゃんじゃ話聞いてあげて。で、今日は、うん、まあこんな感じで、そうですね、終わりたいなと思います。はい、セブンって服売ってんのかな？あ、売ってたか、 T シャツ。まあでもファミマっすね。はい。こんな感じですかね。すみません、今日もなんか遅くまでありがとうございました。結構見ていただいてね、ありがとうございます。引き続きチャットアプリと、はい、TikTok と YouTube、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また来週。はい、ありがとうございました。あの YouTube も上げますんで、そっちも見てください。お願いします。お願いします。